盛り上がりを見せているバックパックフェスタ2021。続いてのコンテンツに移ります。続いてのコンテンツはライブ中継、オーストラリアの人気エリアを人気エリアを巡るバーチャルツアー体験。こちらはオーストラリア政府観光局様のサポートでお送りします。オーストラリアの最新情報を知ることができる現地中継ありのトークライブとなっております。地域ごとに違うオーストラリアの自然、動物、街、海、食、ワインの様子をお伝えするべく、撮り下ろし映像でバーチャルツアーを実施します。なお、トーク中の撮影や録音はご遠慮ください。それでは、ゲストの皆さん、よろしくお願いします。はい、皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今すぐオーストラリアに行きたくなる現地中継ありのトークライブということで、オーストラリア政府観光局様の協力を得て、先週と昨日、今日3日間かけて、今や、これからについて紹介させていただいています。で、本日最終日、デイ3なんですけども、オーストラリアの人気エリアを巡るバーチャルツアー体験というところで、オーストラリア各地の映像を皆さんと一緒に楽しんでいこうと思っています。ただその前になんですけども、SNS のキャンペーンの方をしているので、こちらの方、少し宣伝させていただきたいと思います。こちら、旅っぽ公式ツイッターアカウントにて、すいません、旅っぽ公式ツイッターアカウントをフォローしていただき、こちらの該当するキャンペーン投稿の方を、引用歩きしていただいて、オーストラリアでしたい旅の方を、回答いただければ、オーストラリア気分をお家で味わえるカフェセットや現地発のサステナブルなグッズが当たりますということで、こちら皆さん、コンテンツ楽しみながら、よかったらツイッターで、シェアしてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい。で、本日のファシリテーターをさせていただく、私、岡村と、夏目さん。夏目です。よろしくお願いします。はい。はい、ちょっと、今日、いろんなバーチャルツアーの方を体験していきたいなと思ってます。はい。一緒に体験していきましょう。はい。はい。で、じゃあ、僕たち二人の自己紹介、軽くだけさせていただきたいなと思います。はい。まず、僕の方からさせていただきたいと思います。旅を広めることなら、まあ何でもやってる何でも屋なんですけども、合同会社ギルドっていうところで、代表やってます、シャンディ。あ、岡村です。シャンディって言われてるんで、よろしくお願いします。普段はですね、東京のシェアハウスとか運営したりしながら、今は、福岡県でバンライフをしながらグランピング場とかのお手伝いしてますっていうところです。で、オーストラリアに2回ほど行っていまして、写真真ん中と右の方にあるような感じで、バンライフを今もしてるんですけど、バンライフは、オーストラリアで2000キロかけて、シドニーって街からアデレードって街まで、まあ、行ったっていう思い出がありますと。まあそんな感じなんですけど、まあ、オーストラリア大好きですというので、次、夏美さんの方紹介いただきたいと思います。はい。はい。私はですね、学生時代に留学3カ国以上と、15カ国20都市を一人旅で回りました。で、大学卒業後はフリーランスとして、現在 YouTube で活動してるんですけど、まあ今はね、海外旅行とか行けないので、まあそのコンテンツは出せないんですけど、まあ普段はまあ旅行とか留学、語学とか、まあ海外の友達と話してる動画とか、そういう文化のコンテンツを発信してるので、まあ海外、主に海外系のコンテンツを発信しております。で、オープンヤマインドって言って、まあ人の視野とか世界を広げたいなと思って動画制作をしております。で、実はまだちょっとオーストラリアには行ったことないんですけど、これから絶対行きたい国の一つなので、はい、すごく楽しみです、バーチャルツアー。お願いします。これ見て次どこに行きたいか、じゃあちょっと最後に聞こうかなと思って、決めます。用意しておいてもらえれば。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、オーストラリアの人気エリアを巡るバーチャルツアー体験ということで、まあ、オーストラリアはね、日本の約20倍の広大な面積のある国なんで、地域ごとにかなり特徴が変わってますっていうところで、まあ、そんな各地の様子を、撮り下ろし映像と、何ですか、ライブ中継ですね。で、バーチャルツアーとしてお送りしたいと思います。で、今回紹介させていただくのが、こちらの5つの州の5つのエリアになりますというので、本当に点々としたところで、まあ、有名なところから、なんだろう、ここみたいなところまで、ちょっと事前に見て思ってるので、ぜひ夏美さんにここ行きたいっていう気持ちになってもらえればなと。思いますと。はい。はい。ではね、まず、ケアンズの方から、ご紹介というかご案内ですね。バーチャルツアーなんでご案内させていただきたいなと思います。なんで、はい。
常夏のクイーンズランド州ケアンズのね、バリアリーフとか海とかがすごい有名なところなんですけども、そこの、ケアンズ観光局のサムさんに今回、中継がつながっていますので、ちょっと、サムさんよろしくお願いします。はい、シャンディさん、ツミさん、よろしくお願いします。すごい、大きいオーストラリアの中で一番赤道に近いところにあるグレートバリアリーフの玄関口ケアンズ、今日はそのほんの一部だけを動画撮ってきたんで、ちょっとご紹介いただきたいと思いますので、動画お願いします。僕は今オーストラリア北東部にありますリゾート地ケアンズにいます。ケアンズは日本から直行便で7時間30分なんですけども、もう季節はですね、もう夏、めっちゃ夏、今ですね、めっちゃ夏、真っ盛りのケアンズの様子をお伝えします。港マリーナの前に来てます。ここからは毎日いろんなグレートバリアリーフに行くクルーズ船が出発している港です。今日は気温32度、こういう遊歩道ボードウォークがずっと全部で4キロ5キロぐらいですかね、つながってて、朝夕は結構散歩してたりジョギングしてる人いらっしゃいます。こちらはケアンズのラグーンプールですね。ここは、誰でも無料で入れるプール、更衣室もロッカーもあって、で、ライフガードさんちゃんといるので安心です。ケアンズのシティにあるワイドライフドームにお邪魔してます。で、マーケティングのカズさんも来てもらってます。カズさん、この子の、こんにちは、お名前は？この子はネリーちゃんです。ネリーちゃん、はい、ネリーちゃん、赤ちゃんいますね。先々週ぐらいからやっと顔を出し始めて、あー寝てる、はい、超貴重映像見えますか、これ、すげえ、あ、親子で描いてますあ、結構爪が鋭いな。この子は生まれたのは去年ですか？そうですね、生まれて半年ぐらいで出てくるんで、うんうん、今ちょっと出てきて、今出てきたところで生後ちょうど7ヶ月ぐらいかな。へえ、すごい、めちゃくちゃ可愛い。そうですね、体重が今 550g ぐらい、うん、へえ、うーん、まー、あ、ちゃん、ここもね、とってもコーヒーが美味しいと、コーヒーが美味しいカフェなんですけども。Morning! How are you? Okay. Can I have a Belgian waffle? And, flat white? ワッフルとコーヒー頼んでました。今日の、僕の朝ごはんは、ワッフルにしました。で、オーストラリアはコーヒーも有名ですね。これはフラットホワイト。ケアンズの西に1時間ぐらいのところのコーヒーの産地があるんですけども、アサートン高原。そこでオーストラリアのコーヒーの 80% ぐらいかな、作ってます。というわけで、いただきまーす。すごい、ありがとうございます。はい、無料のプールとかあるんですね。めちゃくちゃいいですね。そうですね、誰でも入れるんで気軽ですね、はい、結構そういう無料施設はかなり市が力を入れて展開してるので、いろいろ楽しめます、コアラめちゃくちゃ可愛かった、ね、可愛かったですね、可愛かったですめっちゃいいの。そうですね、毎年そうですね、もう本当に春ぐらいに、日本の春ぐらいに生まれて、そこからしばらくすると出てくる。最初はもうこんな2センチくらいじゃないです。2センチですか？へえ、はい、そうなんですね。すごい、うん。なんか冒頭の方で夏めっちゃ夏って言ってたんですけど、オーストラリアってあれじゃないですか、まあ、日本と季節反対とか言ってたりするんですけど、なんかベストシーズンとか、なんかケアンズってあるんですか？まあね、何するかにもよると思うんですけど、僕は天気も海も綺麗な10月、11月ぐらいが好きですし、まあ、あと星見たい方は結構こちらの、まあ、オーストラリアの冬、まあ、ここがまだ夏なんですけど、7月、8月ぐらいとか、目的によってちょっと来たいベストシーズンは変わりますね。一年中夏なんですか、なんか。
一番寒い日で、最高気温25、6度なので。夏ですね。夏です。すごい。夏美さんなんか、はい、ちょっとどうですか今の映像を見て質問とかもしあれば、よかったらしてください。はい。私よく海外行くとき、海とかよく行くんですけど、はい、なんか海でおすすめのアクティビティとかあったりするんですか？海もね、空からヘリコプターで飛んだりとかいろいろあるんですけど、まあ、ケアンズの場合、海に限らず、海もね、世界遺産熱帯雨林もそうなんですけど、おすすめはガイドさんと行くのがおすすめです。例えば、ブルーだったら、海洋学者さんが連れてくれるシュノーケリングツアーとかあって、そうすると、やっぱ彼ら専門家なので、僕らが見つけられないものをいっぱい見つけてくれるんですね。おー、なるほど。そういう人たちとガイドさん、ガイドさんはですね、日本人の方もいますし、ヨーロッパから来た人たちもいますし、で、いいのは、そのガイドさんたちの、トークだけじゃなくて、その方のストーリーが聞ける。なんでこう来たんですかとか、はい。で、みんな英語を頑張って勉強して、ワーキングホリデーできて、永住権取って、そういう夢を叶えた方々がいっぱいいるので、そういう夢を叶えた方々と行けるガイドツアーがおすすめです。なるほど。すごく素敵です。やっぱ魚の種類とかもめっちゃ多いんですかね。魚の足、僕3個ぐらいしか言えないんですけど、はい、あれいっぱいいます。そうなんですね。すごい綺麗。この写真も綺麗ですもんね。すごく。グレートバリア自体は2300キロ、日本列島と同じぐらいあるんですけども、いろんな、はい、ツアーが出てるので、お気に入りの場所が必ず見つかるかと思います。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと時間の関係であれなんですけど、サムさんなんか最後に一言ちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。そうですね。さっきもちょっとガイドさんのこと言ったんですけど、やっぱりみんな夢を持ってきて実現してる方が非常に多いので、ケアンズに来ると、もう私が満たす、私が、変わる街ということで、ぜひ夢を叶えに来てもらいたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。じゃあちょっと続いての、場所に行きたいと思います。続いてヤラバレーというところなんですけども、まあ、ワインで有名なビクトリア州のヤラバレーか。で、ビクトリア州というのはどこかですか？メルボルンがあるところですね。うん、グローバルバルーニング社の気球の操縦されている、石原三四郎さんに魅力の方を今回伝えていただこうかなと思うので、三四郎さん、ちょっと自己紹介も兼ねてよろしくお願いします。よろしくお願いします。メルボルンですね。今私メルボルンいるんですけど、グローバルバルーニングっていう気球、熱気球の会社で働いてます。今日ですね、私がメインで飛んでる、ヤラバレー、動画をちょっと撮ってきてるので、ぜひ、ご覧ください。私はですね、ヤラバレー、メルボルンから1時間のところにある、車で1時間のヤラバレーにいます。
めちゃくちゃ素敵な映像ありがとうございます。私今自分で撮ってきたように言ったんですけど、実はあの優秀なクルーが撮ってくれて本当に、ね、綺麗な映像でしたよね。すごい。そうですね、あのヤラバレーみんなやっぱりメルボルンはあの、まあ、シティで有名なんですけど、なかなかヤラバレー日本の方にしてそのワインとかワイナリーですね、そういうブドウ畑とかってあんまりあの知られてないのかなと思うんですけど、こういうあの綺麗な場所があります。メルボルンからヤラバレーってどれぐらいで行けるんですか？車で50分ぐらいですね。はい、あ。そんな遠くないですね、じゃあ。そうですね。それぐらいです。ちょっと事前にちょっと入手した情報で申し訳ないんですけど、その、気球でメルボルンの、こう、なんですか、上空を飛べることもあるっていう、なんか世界的にも珍しいツアーをやってる。そうですね、私たち、その写真も出しても大丈夫ですかね。はい、あ、どうぞ、はい。これかなり珍しいなと思って、僕もいろんな国行ってるんですけど、こんなの、この写真ですら見たことないなと思って。ね、ないですよね。はい、メルボルン、まあ、今500万人ぐらい の都市なんですけれども、人口ですね、規模が。で、この規模の都市を飛べるっていうのはもう、世界でもここだけだと思います。はい。うん、なんか、そう。なんか、飛んでる方も見てる方もなんかちょっとハラハラしたりしないんですか？なかなかエキサイティングな。うん、はい、なかなか大都市のね、上から見れるっていうのは、気球の上から見れるってなかなかないと思うので、本当にすごい。そうですね。ヘリコプターとかは結構あると思うんですけど。ね、ありますね。気球っていうのはなかなかないですね。うん、はい。実はすごいです。うん。ちょっとなんか夏美さんなんか今の映像とか含めて見てなんかちょっと質問とかあればぜひ聞いてみましょう。ああ、でもなんかメルボルンってなんかどういうシチュエーションで行ったらこういい思い出を作れるのかっていうか、すごくどんなシチュエーションで行く方が多いのかなってのは気になります。メルボルン、はい、先ほどちょっとケアンズのサムさんのにコーヒーをちょっと取られちゃったんですけどコーヒー文化がすごい発展してまして、カフェ文化ですね。だからそういう、まあ、カフェが好きとか、まあ、食にちょっと興味がある、ワインに興味がある。そこにはいいんじゃないかなと思います。で、あと、歴史的な建造物っていうのも結構残ってる、なので、そういうのも含めて、まあ、見るとこいっぱいあると思います。はい。うんうん、なんか、どういうシチュエーションというか、例えば、こういう、時に行った方がいいよとかあるんですか？こういう時っていうか何て言うんですかね。気球乗りに来る人たちってどんな人ですか？そう。ですね、なか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 のお値段まあするんですけど、熱気球ですね。でも意外とその若い人も結構多くて、まあ、学生さん卒業旅行だったりとか、若いカップル、まあ、プロポーズとかですね、そういうのに、気球を使って。素敵ですね。うん、そうですね。あとは、まあ、企業さん、団体でのそういう、まあ、旅行じゃないですけど、ヤン旅行。はい。そういうのもあります。気球は、ね、やっぱ特別なシーンの思い出作りとして来る方がいらっしゃるってことですね。そうですね。はい。結婚記念日だったりとか、両親に、まあ、プレゼントして、まあ、お子様にプレゼントしていただいたとかですね。うん、そういうので、旅に来られる方もたくさんいらっしゃいます。はい。いや、もう絶対いい思い出になること間違いないと思います。行きたいですね。行きたいですね。はい。素敵です。じゃあ、ちょっと最後に、三四郎さん、一言だけちょっとまたお願いしてもよろしいでしょうか？そうですね。なかなか日本ではこういう大きい熱気球に乗るっていうことはできないので、
そういうのも含めてですね、一回メルボルンの方に来ていただいて、まあ、やらばれメルボルンの SKQ フライト楽しんでいただければいいかなと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。続いてなんですけど、続いてはですね、ニューサウスウェールズ州のシドニーですね。人気観光地として知られるシドニーの、ロックス地区っていうところをですね、メディアコーディネーターとライターをされている平野美希さんに、案内の方していただこうかなと思います。美希さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。シドニーの平野と申します。今日はロックスの街を撮ってきましたので、ぜひご覧ください。私は今人口490万人の町、オーストラリア第一の都市シドニーにいます。後ろの方には世界遺産のオペラハウスが見えますし、右手の方にはハーバーブリッジというシドニーの2大シンボルが見えるところにいます。ここはまさにここからシドニーの町づくりが始まったとされるロックスという歴史的な地区になりまして、前の方には昔ながらの倉庫街が見えます。ここは、ロックスのメイン通りとも言える、ジョージストリートなんですけど、今こうやって夏でもあるし、まあコロナ対策として外にたくさんのテラス席が設けられていて、みんな外で食事が楽しめるようになっています。ハーバーロックスホテルといって、昔の倉庫をそのままホテルに改装したブティックホテル、日本で言うとプチホテルというのかな、になります。1887年に作られた建物です。中も、造作はほとんどそのまま残した状態で綺麗に改装してあるので、すごく快適な過ごしやすい高級ホテル、今5つ星になりますけども、なっています。こういう感じですね。ここのホテルに泊まった人は、ここのクレープ屋さんで朝食を食べることになります。ここのクレープはフランス風の本格的なフレンチクレープとそば粉を使ったガレットというのが食べられます。ナーシーズウォークという小道がありまして、ここちょっと可愛いんですよね。こう石畳になっていて昔のまま残っている感じなんですけど、ロックスはこういった小道がたくさんあるので、街歩きがこう本当に楽しいし、かわいいお店とかかわいい場所が見つかるのですごくおすすめです。こういうふうに小道がね、小道歩きが楽しいのがロックスのいいところですね。このロックスセンターの中にもいろんなお店が入っているので、あと観光案内所があるので、もし何かこう困ったこととかあったら、ここに来て訪ねてみるといいと思います。正面に見えるのがアーガイルカットといって、昔の囚人の人たちが手彫りで彫った切り通しということになります。あんだけの大きな穴を開けるのは本当に大変だったと思いますけれども、そういった歴史がそのまま残っているのがこのロックスという場所です。シドニーの歴史地区ですので、ぜひシドニーに来た人は自分の足で歩いて楽しんでみてください。ありがとうございます。すごいですね。ありがとうございます。ロックス地区ってなんかその周りとか、なんかこのところ映像でなんか僕まあ小道大好きなんで、今本当にカメラも好きなんで小道の写真撮りに行きたいなと思ったんですけど、なんか動画で紹介しきれてないところでロックス地区なんかこんなスポットとかあるんですか？はい、はい、やっぱり一番シドニーのそのオーストラリアの発祥の街なので、昔の、最古のパブ、オーストラリア最古のパブとか、昔のままのパブがそのまま残っているので、そういったパブ巡りがすごく楽しいところなんですね。で、あと週末にはロックス名物の、マーケットが開かれるので、ぜひ足を運んでみると面白いものとか可愛いものとか見つかると思います。マーケットというのは食品以外にもいっぱい売ってるみたいな、食品以外にも、アーティストの人が作った可愛いアクセサリーとか、ペットの首輪とか、すごい可愛いんですよ。うん、なるほ
なるほど。ありがとうございます。ロックス地区ですね。はい。ちょっと、もう、お決まりの流れで申し訳ないですけど、夏美さん、じゃあちょっと質問の方。今の見て、ちょっと思ったこととか、はい、聞いてみてください。すごいなんかさっき見てて、可愛い街並みが、たくさんあったりとか、素敵な、おしゃれなカフェとかがあって、多分女子受けにはすごく、いい場所なのかなと思って。で、さっきのまあ、そういう可愛い街並みとか、シドニーのイメージだと、まあ、やっぱ大都市のイメージがあって、ちょっとざっくりしてるんですけど、うん、シドニーならではの、なんかおすすめの場所というか、なんかいい場所とか。ロックス地区以外もみたいな感じで。ああ、そうですね。はい。シドニーってやっぱりどうしても都会っていうイメージがすごく強いと思うんですけど、うん、実はね、そのビジネス街のこのビルが建ってる、そういったビジネス街のすぐ横っていうか、本当に20分もしないぐらいのところに、すごい綺麗なビーチがたくさんあるんですね。で、シドニーは、全部で100個ぐらいのビーチがあるって言われているぐらい、たくさんの、本当にめちゃめちゃいいビーチから、すごいサーフィンができる大きなビーチまで、本当に自分の、好みのビーチが見つかるんで、ぜひ、そういった自分のお気に入りの、もう独り占めできるビーチをぜひ探してほしいなと思います。で、あと、私、個人的にすごくおすすめなのが、マンリーっていうとこなんですけれども、そこだと、オペラハウスの横の、フェリー乗り場からフェリーに乗って行ける唯一のビーチなんですね。なので、フェリーに乗ってる間は、こう、オペラハウスの周りを会場から見ることができるので、すごい激安のシドニー湾クルーズが楽しめて、で、すごい綺麗なビーチにたどり着くっていう、マンリーのそのビーチは、スペインみたいな感じのちょっとリゾートっぽい感じなんですね。だからそういった、またちょっと他のビーチと違う、ビーチも楽しんでほしいなっていうふうに思います。いいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとお時間の関係で最後一言だけいただいて、はい、シドニーのほど紹介も終わりたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、はい、シドニーは本当に都会だけじゃなくて、すごく自然が身近な街なので、ぜひ自分の足で歩いて、素敵な場所を探してほしいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。続きましてですね、ライブ中継はちょっと叶わなかったんですけども、オーストラリア中央部に位置するノーザンテリトリーの世界遺産、ウルルから動画が届いてますので、そちら紹介したいと思います。紹介していただくのは、エアーズロックに移住して15年目になるベテランガイドの AAT キングス社の、永瀬敦さんに、パワースポットであるウルルを、紹介していただいている動画を撮っておりますので、動画よろしくお願いします。バックパックフェスタにご参加の皆さん、こんにちは。エアーズロックでガイドをしているアツシと申します。僕はですね、ワーキングホリデーをきっかけに初めてオーストラリアに来まして、それ以来、中央オーストラリアの大自然と、その自然と同じぐらい大きなオーストラリア人の優しさに魅了されまして、ここエアーズロックに移住して15年目になります。今日は皆さんにこの中央オーストラリアの大自然、美しい光景をお届けできればなというふうに思ってます。今ちょうど僕の後ろに映っているこの一枚は、こちらがエアーズロックです。でも本当の名前はエアーズロックではなくてウルルっていう名前がついているのをご存知でしたでしょうか。エアーズロックという名前は19世紀後半にこの一枚岩に初めて到達した白人の探検家が当時の南オーストラリア長官ヘンリー・エアーズにちなんで名付けられました。1985年エアーズロックとその周辺の国立公園全体が先住民アナング族へ返還されましたので、岩の名前も現在は先住民アナング族の呼び名ウルルというのが正式名称となっています。ちなみにこのウルルどれぐらい大きいと思いますか？実は高さが348メートル、周囲は9キロメートルにも及ぶ世界最大級の一枚岩って言われてます。高さ348って言いますと、日本の東京タワーが333メートルですから、東京タワーよりも15メートルも高い岩ということになります。それでも見えてる部分だけではわずか 5% 未満と言われてまして、見えない部分 95% 以上は今でも地下深くに眠っていると言われてます。地下は 6km 以上続いているとも言われてます。またこのウルルであります国立公園、世界自然遺産だけではなくて世界文化遺産にも登録された非常に貴重な国立公園になってます。僕たちのツアーでは先住民アナング族とこの土地との深いつながりについて少しずつ紐解いてご紹介していきますので、世界遺産の文化的な価値についても知っていただけるとより面白い体験になるんじゃないかなというふうに思ってます。
それからこのウルル、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。昔までは登ることができたんです。2019年10月26日、登山が完全に禁止されるまで、最後の登山チャンスを目的に多くの観光客の方で賑わいました。もともとこのウルル登山が禁止された背景には、登山がとても危険であったということが大きいんです。ウルルっていうのは、先住民にとっては非常に大切な聖地になりますので、こういった事故が起きるたび、彼らは先祖から受け継いできたウルルの守り方に誤りがあるのではないかと、心を痛めていたと言われています。彼らは観光客の皆さんにウルルに登るんではなくて、麓を散策してウルルに残された彼らの神話に耳を傾けてください、そして彼らの文化を感じてください、それが本当のウルルの観光のあり方なんですよということを、ずっと言い続けてきましたので、今回登山が完全に禁止されて、彼らの長年の願いがようやく叶ったのかなというふうに思ってます。ウルルは登山ができなくても十分に楽しんでいただける場所になりますので、国境が、再開された暁にはですね、この、ウルルの大自然と先住民アナング族の文化を体感しにウルルまでお越しいただければと思います。世界遺産ウルルで皆様のお越しをお待ちしております。ありがとうございました。さん、ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、最後のバーチャルツアーの案内になるんですけども、続いて紹介するのがロットネスト島という島なんですけど、西オーストラリア州の沖合18キロメートルのところに位置しまして、島へのアクセスは、フェリーで、フリーマントルという町から25分ぐらい行けるところなんですけども、永久自然保護区の指定がされていて、国立公園になってるんですけど、野生動物とかが本当に穏やかに暮らせる場所ですっていうところです。で、ここ、はい、ロットネスト島の様子を、ファーストドリームトラベルプランナー社の篠さんにご案内していただくので、そちらまた映像の方へお願いします。ロットネスト島には20の湾と63のビーチ、海水浴できるところがこの島にあると言われてるんですけど、1696年大航海時代にウィリアム・ド・フラミングさんという方がここに到着して、ここに着いた時に今日の一番の目的であるクオッカですね。クオッカですけども、もちろんオランダの人はね、このクオッカって見たことがないので、パッと見た時に一瞬なんかね、なんかネズミを大きくしたような動物だなって実は思ったんです。で、オランダ語でネズミはロット、英語はラプって言うんですけど、オランダ語はロット、ネストが巣ってことで、ネズミの巣のような島ってことでロットネスト島。クオッカいました。この子です。でちょうどね、この大好きなブロッコリーツリーティーツリーを食べてますが、ちょっとドリコが気になっちゃってるかも。あ、いた、いい感じ。これ、テレビいけるかな。ちなみに、クオッカ、皆さん、触ってもダメです。抱き上げてもダメです。餌もダメです。えらい、この子すごいサービス精神満点。めっちゃカメラの方に行ってくれてる。ね、クオッカのポイントは、このね、よく世界で一番幸せな動物って言われますけど、このね、下から見るとすごいね、笑った口になるんですよね。はい、ありがとうございました。駆け足で、駆け足でオーストラリアを巡る旅になってしまったんですけども、はい、はい、はい、もうね、バッともう夏美さんの話をもっといっぱい聞きたかったりもしたんですけども、ね、はい、オーストラリアの、行ったことないっていう夏美さんに対して もうみんながこうプレゼンしてるような、そんな形になったんですけども、うん、もうめちゃくちゃ感想とかもいっぱい言いたいし、一つ一つだけでもなんか1時間ずつぐらい喋りたい感じ。ね、そうですよね。ね、はい、どうですか、なんか多分これをきっかけなのか、これがなかったとしてももう国境を開けたらすぐオーストラリア行ってたみたいな感じかもしれないんですけど、なんかどんなとことか旅してみたくなったとか、これやってみたいとか、なんかもしあればちょっと最後。なんかそれぞれにやっぱいい良さがあると思うので、はい、都会が楽しめるとこやったり、どっちも楽しめるとことか、もう完全にすごい自然が豊かなとことかもあるので、なんか、どれも行ってみたいなってすごく思います。わかりますか？いや、めっちゃわかりますよ。ちょっとなかなかやらないんですけど、でもそれぞれ目的に合わせて旅をしたいなってすごく思いましたね。はい。
僕も2回行ってるんですけど、本当に全然、なんか、もうめちゃくちゃ楽しかったんですけど、多分もっと楽しいとこもいっぱいあるんだろうなっていうぐらい周り聞いてなかったりするんで、なんかぜひぜひって感じで、カフェとかも、カフェ、あと、小道好きなんで、ああいうところの写真撮ってみたいなとか、はい。別にマリンスポーツ好きなんでね、ケアンズが。ケアンズ気になります。はい。ですね。はい。なんか、なんだろうな。まあ、コアラだけど、さっきの、今直前で出てた映像のクオッカとか僕知らなかったんですけど。ああ、確かにね。そうですね。世界一幸せな動物ですね。うんうん、多分、下から見た顔が。めっちゃ可愛い。いや、会いたいです、あの動物に。あえて検索とかせずに、ちょっとなんかそういう動物がいるよっていう情報だけ見て、行って実際見てみたい感じですよね、なんか。確かに、確かに。はい。まあ、そんな感じをね、僕はめちゃくちゃ思いました。はい。オーストラリア、そうですね。いつって、今はね、ちょっと国境がね、開いてないとかって話だったりするんですけど、まあ、3日間かけて僕、オーストラリアについてめちゃくちゃいろいろ皆さんに紹介してきたんですけども、うん、なんだろう、他、なんだろう、マリンアクティビティもすごければ、そのなんかヨガとかカフェとかオーガニックとかそういうところもすごかったり、オーガニックとかありますよね。そうそう、うん、あとサステナブルがすごい、もう、50年以上前ぐらいからもずっと自然と共存することを選んで。すごいです。そうそう。っていう話とかをすごいなんか、ファシリテーターやらせてもらいながら僕が一番勉強したんじゃないかっていう感じなんですけど。めちゃめちゃいい方だと思う。ね、本当に。でもこんな時期にこういうバーチャルツアーができて、すごく旅した気分になれてよかったです。はい。そうですよね。楽しかったです。え、はい、普段どんな旅とかされてるんですか、夏美さん。普段ね、なんか結構、逆に地図とかを使わず何も調べずに自転車だけ漕いで自分のフィーリングで回るってのもします。オーストラリア自転車で回ってる人なんかたまに見かけるんで。あ、本当ですか。もしあ、オーストラリアね、うんうん、数年かけてチャレンジしてる人とかいますけど。過酷なフィーリングで回ってみたいですね。はい、はい、うんうん、すごいです。まあだから、これぐらいの情報がちょうどいいかもしれないですね。なんか、もうこれ以上調べちゃうと、答え合わせみたいな旅になっちゃうとちょっと。確かに確かに。ちょっと自分の目的に合わせてね、都市選ぶと、留学とか旅行を考えている方にもすごい選びやすいかなと思います。うん。まあ、めちゃくちゃいいですね。ちょっと最後に、一言なんかありますかね。はい、どんな旅がしたくなりますかとかじゃなくて、もうオーストラリア全体に対してなんかもしあれば、ちょっと一言言ってもらって。一言、どんな旅がしたいかってことですか、はい、まあでもオーストラリアは自然が豊かで、はい。どんな旅じゃなくても、どんな旅じゃなくても。オーストラリアについての感想ですね。感想ですか。じゃあすごい自然が豊かな国やと思うんで、はい、もうすごい魅力的な国やと思うし、それぞれの都市で良さがあるなってすごく感じたので、全部行ける限り回ってみたいなと思います。はい。ありがとうございます。はい。じゃあちょっと最後に、もう一度改めて冒頭でも宣伝したんですけども、SNS キャンペーンの方の告知だけもう一度させてもらって終わりたいと思います。現在、旅っぽの公式のツイッターアカウントに、オーストラリア気分がお家で味わえるカフェセットとか、現地発のサステナブルグッズが当たるキャンペーンしてますので、該当ツイートを、引用リツイートしてオーストラリアでしたい旅っていうのを回答していただければなと思います。ということで、バーチャルツアー含め、オーストラリアのコンテンツこれで以上になります。うん、はい。夏美さんもありがとうございます。本当に。ありがとうございます。楽しかったです。はい。では皆さん引き続きバックパックフェスタの最終日楽しんでいってもらえればなと思います。はい。楽しんでください。ゲストの皆さん、ありがとうございました。バーチャルツアーを通して現地の様々な様子を見られる体験、とても新鮮でしたね。オーストラリア各地の映像を見たことで、より一層とオーストラリアに行きたくなったのではないでしょうか。現在、旅っぽ公式ツイッターでは、お家でオーストラリアを旅する気分が味わえる SNS キャンペーンを実施中です。参加方法は、対象の投稿を引用リツイートして、オーストラリアでしたい旅を回答するだけですので、ぜひご応募ください。以上、ライブ中継。オーストラリアの人気エリアをめぐるバーチャルツアー体験でした。